今日はですね、まあ皆様もまたおそらくどうなってるのかな、アメリカのマーケットは、思っておられると思いますので、まあ少し解説をしたいと思います。ニューヨークのマーケットは基本的にはですね、やや崩れていまして、これ波動論的に言うと詳しくご説明できますが、基本的にはですね、まだ下落がこの後もある可能性のあるような形のチャートになっています。で、ナスダックについてはですね、揉み合いが相当これから長く続くようなチャートになっています。ソックス指数はですね、弱そうに一見見えますが、ナスダックとかニューヨークダウを尻目にですね、ソックス指数は案外良くなる可能性を秘めているんですね。それから今年になって少なくともですね、日経平均にしてもトピックスにいたしましても、アメリカに完全に連動していないということは皆さんもうすでにお分かりのことであります。じゃあ今後どうなるのか。日本の場合ですね、世界の先進国の中でも3四半期 GDP が伸びてるなんて国は他にない。円安で少し押し上げられてるんじゃないかっていう方はする人もいますけれども、そういう人たちはちょっと前までは円安は日本経済に悪いと言ってたんでね、それも矛盾ですし、で基本的にドル高なんで、ということは円だけが安いわけじゃないってことになれば、貿易を中心に輸出をやってるか、国からすればですよ。どこの国だってアメリカ以外は良くなってもいいのに良くなってないわけですよね。そういう意味で日本経済の底堅さっていうのがもうこの1、3、そして4、6でもですね、明らかに証明されているってことです。これは相場のモメンタルトレンドが一旦転換するとこういう動きになることなんですけれども、その後の値動きもやはり堅調であり、8月17日には 29,222 円まで戻ったっていう事実がそこにある。世界中の株価を見ていて、直近にですね、そこまで大きな戻りを作った市場は他にはない。GDP の3四半期伸びているような国も他にはない。そして、直近の法人企業統計も、設備投資を中心にものすごく良い。そして個人消費もですね、百貨店も大幅に上がってきている。そしてお盆の時期の空港の利用者数もですね、300万人を超えて2019年を上回っている。しかしインバウンドはまだ全く戻ってきていない。つまりこれからの、まあ要するに戻り、経済の再開ですね。それがまだほとんど頂についたばっかりの状態にもかかわらず、統計が良くなってきているということをですね、やっぱり重くきちんと受け止めてほしいんですね。日経平均を構成する銘柄の EPS は、日を追うごとにですね、決算発表があって予想が出てくるごとに上がってきていると。この事実、アメリカ株が上がらないなら、じゃあある程度流動性のある日本株に行こうかっていう世界の投資家が出てきたとしても何にもおかしくないんですよ。何にもおかしくない。まあ私みたいに40年近く株やってる人間はですね、世界中の投資家が日本株ばっかり注目してた時期を知っているのでね、もうそんな時代は二度と来ないとみんな思ってるかもしれませんが、歴史は繰り返します。歴史を繰り返します。40年ぶりに日本株の大復活あるのかもしれない。だからいたずらにね、不安になるよりも、そういうところをまあきちんと見てみれば、そんなに騒ぐこともないの。マーケットの真実はですね、KIS にあり、まあ、こんな風にね、思っていただければいいのかなと。動画の最後に失礼いたします。私、竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい。長期的には奥の資産も築いてみたい。毎日の利益も積み上げたい。そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。